振り替え試合とは、天候不順などの理由で中止された試合を後日行うことである。代替試合とも呼ばれる。原則として、NPB や MLB では振り替え試合は、予備日にもしくはダブルヘッダーとして組まれる。延期された試合と同一会場である場合が多いが、地方開催や日程の都合などで別会場となる場合もある。サスペンデッドゲームの場合。 その球場での後日の試合開催が予定されていない場合などの例外を除き、続行試合は同一会場で開催される。アメリカンリーグでは2000年までは消灯ルールにより現地時間の未明1時を過ぎた時点でその時点での攻撃中のイニングス終了をもって打ち切り、次回の同一会場、同一カード開催日の試合前に続行試合を実施していた。このか。 ポストシーズンでは、雨天中止が発生した場合に移動日をなくし、本来移動日だった日に振り返し試合を実施するケースもある。日本の高校野球においては、雨天中止の場合予定されていた試合をそのまま、翌日にスライドさせる。ただし準々決勝においては、順延が3日以上に達すると、2日2試合ずつから1日4試合に変更されていたが、2013年の選手権。 大会以後、準々決勝を1日4試合一括で開催する。代わり、準々決勝の翌日は、選手の健康管理の観点から休養日とする、日程に見直されている。サッカーの場合は、基本的に天候に関わらず試合が開催されるが、J リーグ等では、台風や競技施設の設備故障等を理由に、中止、中断された試合の振り替え試合が実施されたことがある。 この場合も振り返し合いは同じ会場で実施されることが多いが会場の損傷が大きい場合は別会場に変更されることもある。中央競馬の場合、台風や大雪などを理由として開催不可能となった場合は原則として所定開催予定最終日の翌日に代替競馬を施行する。ただし2012年10月以後、 地方競馬の JRA インターネット投票の実施に伴い、大体を次の週に持ち越す場合もある。なお、東日本大震災が起きた2011年には、福島競馬場、中山競馬場が損傷したことや、震災の被害が甚大であったことを受けて、関東で本来開催すべき日程を小倉競馬場に振り返るなどの大幅な日程の変更が生じている。競輪、競艇 オートレースについては、翌日に順延する場合が多いが、日程の都合により順延せずに、その分を短縮する場合もある。地方競馬についても、大体開催をしない場合がある。それ以外の競技においても、天才などの不可抗力により、会場や選手のコンディションが不良であると判断された場合は、当該日の開催を取りやめて、他の日に振り返し合いが実施されることがある。 ありがとうございます。